者へどうぞ。こちら宮城県からのレフェリー、予選サードの1投カーチェッケン3番は田口泰選手へどうぞ。東京デバルのエントリー、そして予選4番の1投カーチェッケン4番は蛭田直明選手どうぞ。こちらは地元北海道から。そして予選5番の1投カーチェッケン5番は川崎文和選手どうぞ。北海道旭川市からのエントリー。さあ以上全5選手出揃いましたのでコースをお送りいたします。はい、コース満車であと1名ですね。先ほど走られた方からあと1名、クロスいらっしゃいませ。失礼しました。はい、スタート満車のご協力ありがとうございます。それでは行きましょう。 D7 クラスの決勝 A ですね。それではスタートいたします。8分間の周回でスタートします。さあ7丁場のレース、上位3名はファイナルチャンピオンシップ代表権かかっています。まずはポールスタート、川崎1番山田選手を筆頭に川崎2番3番と続いていく。おっと、一塁スタック。はい、クリアです。トップのマシンは蛍光イエローとオレンジのカラーリングのマシン。さあ、強小株式会社が発売します。先ほどミニスとは違うね、D7 というラジコンカー。ほとんど構造はね、ミニスと同じですが、見ての通り、サイズがね、ひときわ小さい。実車を43分の1にスケールダウンした本格ラジコンカーとなっております。こちらはもちろん、組み立て完成済みのラジコンカー。ミニスというですね、多種多様なオプションパーツとボディラインナップを用意しているためですね、自分だけのオリジナルマシンを作り上げる楽しみも開発されています。こちらの D7 もですね、強調総合パンフレットの方に記載されておりますので、ご興味の方はお手元に取ってご覧ください。走行時間残り6分45秒、レース序盤戦、リーダーカールズオールスターの川崎一番山田選手、2番手1秒5後方にパーティーは中野選手がつける。さあトップの乗ってますが1秒2、3番手はソフトロールの1秒3。さあ山田選手の背後ちょっと見た目も少し詰まってきたが、2番手中野選手、グリーンのマシンがじわりじわりと近づいてきた。走行時間残り6分。トップ川崎一番山田選手、0.5秒後方2番手中野選手、3番手観光戦田口選手のオーダー。野村と理解しての5分を経過します。変わってしまった。少し余裕ができたか、川崎一番山田選手。2番手変わって3コースの田口選手以上、3番手に中野選手、4番手5コース川崎選手、5番手4コース蛭田選手。折り返して失礼しました、残り時間5分ですね。残り時間5分、レースは8分間の周回レースと行われています。決勝4位、
レースに山田選手13周クリア、これ14周クリアして15周目。さあ時間の方は間もなく3分50秒、上位3名は16周クリア、トップ1コース山田選手が4秒遅れること、2番手3コース田口選手、そこから1秒6後方に3番手2コース中野選手というオーダー。残り時間3分40秒、走行時間まもなく残り3分です。さあトップを快調に追う川崎一番山田選手、蛍光イエローと蛍光オレンジのカラーリングは現在バックストレート走行中。2番田口選手と3位4秒3、そして今度は川崎3番選手、川崎2番中野選手が決まってもすぐ後ろに来た。残り時間まもなく2分30秒です。走行時間残り2分、さあトップ山田選手のみ25周をクリア。さあ中野選手見た目もまた少しずつ差を詰めつつあるか。残り時間1分25秒、走行時間残り1分です。さあトップがちょっと瞬間よりと絡んでしまった鈴木。さあこれ勝ててるのは中野選手が参った模様。走行時間残り30秒でいくと、さあ間もなく残り20秒、トップ川崎には中野選手、グリーンのマシンに変わった。そしてもう追随ポールスタート川崎一番山田選手、1秒後方後ろ現在バックセンターの2台。走行時間残り5秒、時間はこれ10分経過、2コース1コースゴール、2コース1コースゴール、3コースゴール、4コースゴール、レース途中。全車ゴールです。トップゴールは川崎家2番中野選手におめでとうございます。見事優勝、そして第2位は山田選手でございます。そして
して第3位は田口選手。以上ですね、トップ3となっております。選手は3人いますので、マシンを持ってお越しください。